さあ、桃山天下一へお集まりの皆々、ようこそ。このように足元の悪き中集まってくださいました。これより我ら肥後の地熊本より派生参じた熊本城おもてなし武将隊の刀を使ったおもてなし演武なるパフォーマンス披露させていただき申す。申し遅れたが、このわしが薩摩島津家第17代当主島津義弘である。よろしくお願いいたす。さあ、意気込んでこのように登場してまいったんじゃが、わしがこのように喋るということをたった3分前にあの二人に知らされたゆえ、何を喋ろうか全く考えずにここへ馳せさんじておる。まあ、されどここからお見せいたすのはな、我々の刀を使ったパフォーマンスということじゃが、我々は普段肥後の地熊本城、そして熊本城にて毎日皆々をおもてなし、そしてパフォーマンスの披露で皆々に楽しんでいただいておるわけじゃが、我々のことをたった今初めて知ったという方いらっしゃいますかな。よろしければ初めて知ったという方、手を挙げて教えていただけるじゃろうか。ああ、いらっしゃいますな。ありがとうござる。まあ、こたびはのすぐお隣の肥前名古屋城にて開催されておる第2回大茶会ということでの、まあ、この催しを盛り上げるべく我らも馳せさんじた次第ということで、この後早速演舞にて披露させていただくのじゃが、今前列にいらっしゃる方、我々がこの後刀を使うので、もしかすると前列の方少々恐怖心を抱いてしまうかもしれないので、申し訳ござらん、あと半歩ぐらい下がれるじゃろうか。かたじけない、申し訳ござらぬ。あ、子供たちもかたじけない。そしてこれから我々が演舞をする中で、まあ、小さなお子様もおられるが、この今この石畳のとこよりも我々に近づくと少々危険がござるゆえ、今いらっしゃるところから前に、こちらに寄らないようによろしくお願いいたします。守っていただけるという方、拍手で教えていただけるじゃろうか。ありがとうござる。さあ、わしが喋り出したら雨も止んだということで、雨が降り出す前に早速我々の演舞始めてまいりたいと思う。わしが熊本城おもてなし武将隊いざ出陣と申すゆえ、皆々も拳を天に掲げ武将を迎えていただきとうござる。よろしいかのう。では皆々、拳の準備お願いいたす。さあ、それでは始めてまいろう。熊本城おもてなし武将隊いざ出陣。おー、さあ、これより我ら熊本城おもてなし武将隊の時間を始めさせていただく。皆の者、名乗りを上げよう。おう。このわしが鬼島津と呼ばれし男、島津義弘である。日野国宇都城城主小西雪長なり。武前小倉城城主にして肥後細川藩細川忠興である。はっ、熱き思いをこの胸に我ら熊本城をもてなし武将隊。はっ、
様方、大きな拍手誠にありがとうござりまする。まずは皆様方と心の距離を縮めてまいりたい。元気な挨拶を交わしてまいりたい。我らがこんにちはと申したら、皆様方も答えていただきとうござりまする。それではまいる。皆様方、こんにちは。ありがとうござりまする。小さきお子たちもありがとうさんじゃ。さあ、本日は第2回名古屋城大茶会ご開催誠におめでとうござりまする。おめでとうございまする。遅いな遅いな。ああ、こちら挨拶してまいりましたけれども、皆様方、今現在この祭り、この肥前嵯峨の千葉名古屋城にて今現在大茶会ということでの催し開催中でござりまする。我らも肥後熊本よりこの会場、そして本丸の方でもな、また後ほど演舞を披露いたし盛り上げてまいる所存でござりまする。先ほど島津殿が申した通り、まあ我ら熊本城おもてなし武将隊と申し、この熊本城の方で演舞とするパフォーマンスを行っておりまする。来ていただいたお客人にもな、良き思い出が作れるようにと尽力しておる物の不集団でござりまする。さあ、こたびこの会場楽しんでまいりたいと思っておるんじゃけども、先ほど雨が上がり申した、うん、すっごく雨が降っとったが、降っとった、この時間帯に綺麗に止み申した。なあ、嬉しい限りでござりまする。わしの力じゃ。え、なんじゃって。わしの力じゃ。島津様の力でございますか。わしの力じゃ。さすがは島津様でございまする。60を超えて関ヶ原に行ったつわもの。さよう、ね、じゃあ次は島津様の一人演舞となります。ちょっと待って待って待って、それはちょっと違うじゃろ。拍手拍手、聞いてない聞いてない話が多すぎる。さっきから滑りやすくなっておりますので、お気をつけくだされ。滑りやすくなってるじゃないけれども、あの皆さん方もな、こたびはな、今の時間帯晴れておりまする、まあ、これを持っていただいての、この後もな、数々の違う武将隊の方々もな、参戦いたし、催し展開してまいるということだからな、うん、これは雨が降ってましたので、これ一本にしようと思ったんですけれども、うん、これ晴れましたんで、もう一本、皆さんいいですか。お、もう一本お時間あります。はい、わかりました。いや、ある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 、誰も首振ってない。誰も振っとらんわ。そしてね、皆様、お土産どころたくさんございますんで、ぜひ、お買い求めください。ああ、さよう。それから我々熊本城おもてなし武将隊も宣伝がございます。ただおきこ、あのことをお願いいたします。さあ、ぜひ知っていただきたい皆様方、ランチパックご存知でござりましょうか。ランチパック、ランチパック、うん、我らなんと熊本城おもてなし武将隊が奇跡のコラボレーションをしております。はよ、まあ、我ら熊本城おもてなし武将隊、このランチパックに乗っております。九州各地のな、美味しい素材を使ったランチパックでござりまする。あ、福岡のあまおであったり、まあ、熊本県産のトマトであったり、そしてこの肥前嵯峨は嵯峨牛のカレー味、カレーパンもござりまする。もし見かけたらぜひとも購入していただきとうござりまする。こちらはイオンであったり夢タウンであったりと、このように販売しておりまするから、よろしデイリー山崎、デイリー山崎もそうじゃな。ぜひ皆様方、よろしくお願いいたしまする。ありがとうございます。東京でも売っとるらしいぞ、噂では。さようじゃな、東京駅であったり、うん、秋葉原の方であったりというふうにの話は聞いておりまする、うん、ぜひ皆様方、告知の方もな、拡散の方もよろしくお願いいたしまする。さあ、ただきこ、うだうだ喋ってても仕方がありません。うだうだもう一本演舞いきますよ。さようじゃな、うん、では我々のおもてなし演舞、もう一本、皆様方とくとご覧あれ。初めて参ろう。いや、見すぎじゃろ。集中してくれ。それでは参ろう。いぞ、いぞ。
はい、さあ皆様方、温かき拍手、そして手拍子、改めて誠にありがとうございまする。ありがとうございます。すごいお客様に集まってくれたな。なあ、我らの演舞の音を聞きつけてさらに集まってくださりました。ありがとうございまする。さあ、この後でござりまするが、我ら熊本城おもてなし武将隊、15時45分に名古屋城本丸ステージの方でもまた再び演舞を披露してまいりまする。もしよろしければ皆様方、再び集まっていただき、共に楽しい時間を過ごしていただきとうござりまする。よろしくお願いいたしまする。さあ、長々と話してまいったが、これにて我らの時間はしまいと相なりまする。皆様方、この後も祭りを思う存分楽しんでいかれよ。我々の時間、最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。